流浪に献身に関係する仕事は最後なんじゃないかなと思っております。そう思うとすごく寂しいというか、まあ、感慨深い気持ちになるんですけど、前作はアクションがかっこ悪かったら役者を辞めるとまで思って臨まれたら、これが大ヒット、そして続編となりました。改めてこの流浪剣への思いをお聞かせ願いますか。はい、まあ、やめるっていうか、こうその流浪に剣心を実写してかっこ悪かったらもう恥ずかしくてテレビなんか出れないよねっていう意味で言ったんですけど、いや本当にそう思って、うん、絶対そうだなと思ってて、最初は本当になんでここまで戦うのかっていう疑問があってなぜそうまでして戦ってるのかなって思ってたんですけど、まあ、この最後を見て、あの戦ってるみんなの顔を見てるとすごく伝わってくるものがあって、あの、まあ、私はおかえりってこう無事でよかったと受け止めただけでしたが、ものすごい戦いをしてきたんだな、でその戦いには意味があったんだなっていう、そういう、まあ、なんて言ったらいいんですかね、なんで戦ってんだろうなんて言ってごめんなさいって思いましたね。獅子を強すぎですよね。獅子は強かったですね。あのタケル君と伊勢谷君と宗君と江口さんにこう囲まれた時は正直めんどくさって思ったんですよこのね、そうそうたるもう先輩たちに囲まれて、怪我してもいけない、さしてもいけないし、めんどくさと思ったんですけど、でもそれは、まあ、今回その谷垣さんというアクション監督、ラバートっていうね、すごくあの実際にこうね、タケル君なんかこう当てるっていうのをテーマにしたら、あの特殊な剣を刀作ってもらってやらせてもらったんですけどもね、いや強かったですね。何度刀を投げたことか、僕はもう殺してくれと実際の僕はそこまで強くないから師匠が強いだけだって、いやね、伊勢谷君そんな感じでかなりアクションの手数も多かったなと、素人目にも見えたんですが、はい、そうなんですよ。でもそう、僕が多かったと思うよりも映画で見るとさらっと終わるんですよね。あれね、5日間ぐらい頑張ったもんね。そうですね。で400手を一緒に覚えながら、はい、やらせていただいたんですけど、はい、意外とすぐ終わったなっつって思ってます、はい、もうあの皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にこの日を楽しみにしてました。だけど反面、今後総次郎としてこの流浪に剣心って作品に関われないんだなって思うとすごく寂しいなって思ってました。皆さんのこう見守り感っていうのがすごいんですけれどもありがとうございます。見守っていただいて、はい、ありがとうございます。佐藤さん、何かおっしゃりたいことが。いや大人ですよ、もう大人です。撮影の合間でもこう成長を感じられるようなことあったんですか。成長感じられて、どの立場、俺何それ保護者じゃないんですから、むしろ先輩ですかね大先輩ですよ。一番腹ぐらいのは自分だよね。いやそうなん、長い分あってちょっと腹黒いよね。いや長い分そんなもごめんね、急に入ってきて役者人生の中でこう多分一生のうちに会えるか会えないんじゃないかぐらいな作品に出会えたと思っております。キャスト、スタッフ、この映画すべての関係者の努力の結晶をですね、本当の意味で伝説という形に残せたらと思っております。皆さんどうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。